ですか？聞き方でどこか間違えてるところはないですか？いいえ、大丈夫です。似合ってますよ。バッチリです。そうですか。よかった。自分の方はどうですか？ちゃんと着れてますよね。はい、可愛いですよ。ありがとうございます。はぁ、いいなぁ。私も可愛い服着たかったなぁ。残念ながら。衣服部の人たちが作ってくれた服はとっても可愛くて女の子っぽくて、見た瞬間気に入ったんだ。でも、というか、だからこそというか、やっぱり無理だったよ。ありがとう。